早星駅は、富山県富山市府中町早星にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道高山本線の駅である。特急、飛騨の一部が停車するほか、当駅から富山方面への折り返し列車も存在する。1933年当時の当駅駅舎、1933年当時の当駅ホーム端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線のホームを持つ。 地上駅である。ただし3番線は貨物用であって、3番線より、富山方面へ貨物用の側線がある。開業以来の木造駅舎が残っているが、駅前広場の改修工事によってアーケードが整備された。また駅前には、高山本線開通50周年記念たる9600形状機機関車の車輪が設置されている。当駅は、 北陸広域鉄道部の管理下にある。2011年4月より、JR 西日本金沢メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅となった。また、緑の窓口が設置されている。開業以来一般駅であり、1981年11月20日より、専用線発議者扱い貨物を取り扱う駅となったが、1987年3月31日より、 コンテナ貨物の取り扱いが開始され、1987年4月1日の日本貨物鉄道への経営監後も、その営業範囲が維持されている。駅構内から日産化学と山工場へ専用線が接続されており、タンクコンテナやタンク車による化学薬品の受発送が行われている。富山駅より東駅までは DD200 型が列車を牽引するが、 専用船内においては25トンの小型ディーゼル機関車がその入れ替え及び牽引を行う。1953年10月10日付、鉄道広報第百2 5 4号通報専用船、一覧別表掲載中、投駅接続の専用船は次の通りであった。1970年10月1日現在における、投駅接続の専用船は以下の通りであった。 1983年4月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間及び、富山市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、旧寧郡府中町の中心駅であった。府中総合行政センターへは当駅より、徒歩3分、フューチャーシティファボーレへは当駅より、徒歩15分にてつく。特急、 日田の隣の停車駅は列車記事を参照。ありがとうございます。